ニシキマゲクビガメは、ヘビクビガメか曲ガメ属に分類されるカメ。別名アルバーティス曲ガメ。模式標本の産地はパプアニューギニア。曲ガメ属内では唯一ニューギニア島にも分布する。インドネシア、オーストラリア、パプアニューギニアオーストラリア最大高長25.5センチメートル。背後は、上から見ると、細長い卵型。 廃校の色彩は黒や褐色。交彩には水平に黒い斑点が入る。卵は長径4から4.5センチメートル、短径1.8から2.2センチメートル。妖体の廃校は上から見ると円形で C パンに筋状の盛り上がりがあるが成長に伴いキールは消失する。粉炭から鼓膜上部にかけて黄色の太い筋模様が入る。 復興の色彩がオレンジがかったピンク色になる。粉炭から鼓膜上部にかけてピンク色の細い筋模様が入る。また広角から鼓膜下部へ向かいピンク色の細い筋模様が入る。これらの反問は老齢個体では消失する。復興の色彩は赤みを帯びない。流れの緩やかな火星や故障などに生息し、水生植物の繁茂した環境を好む。 半水性で、主に水中で暮らすものの、日光浴を好む。食性は、動物食傾向の強い雑食で、魚類、カエル、昆虫類、甲殻類、貝類、ミミズ、果実、水草などを食べる。繁殖形態は卵生。1回に約10個の卵を産む。飼育下では1回に5から11個の卵を産んだ例がある。 卵は飼育下では、摂取30度の環境において48日で孵化した例がある。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は多く、主に元種の飼育下繁殖個体が流通する。本種のシノニムとされるアルバーティスマゲクビガメの名前で、呼ばれたり、流通することもある。アクアリウムで飼育される。遊泳性が強く活発なため、 可能ならば深さのある大型のケージを用意し多くの遊泳する空間をとる。流木やレンガ、市販の水性亀専用のプラスチック製の浮島などで体を乾かすための陸地を用意し、屋内で飼育する場合は、局所的に水に強い暖房器具などで、皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る必要がある。飼育下では人工飼料にも得ずく。ありがとうございます。